あれ今回生年月日も見させていただいたんですけど、はいはい、あのすごい方と同じ星持ってるんですよ。誰ですか？ウォルト・ディズニー。ちょっと希望が。運命数5番っていう方で、ディズニーもそうなんですけど、うんうん、同じようにこう若い心、好奇心忘れずに、うんうん、それが全部身になって終盤でめちゃめちゃ大きな花を開かせて、うん、でみんなに幸せを届けるっていうすごい星です。何歳で来る？絶対来る。何歳でその波は来そう？俺の波ですか？今43だから、ですね、5、6、7、8、9、6年後。おっさいな。おっさいな。十分ですよ。6年後から本当の人生バッて、マジでそっからすごいですよ。早めにせえや。早めにせえ。それを早めにせえ。できないですよ、そんなこと。45で来るって言うて。45で来るって言うて。いや、それは言えないでしょ、だって嘘になっちゃうから。嘘ついてるやろ、お前。占いしないから。嘘ついてるやろ、お前。占いしないから。嘘って言っちゃった、とうとう。占いしないから嘘ついてるやろ。え、ちゃうんかい。占い師で嘘つきちゃうんかい。違いますよ、ちゃんとそれはもう。占い師で嘘つきちゃうんかい。やめろ。なんか今すごいいろんな人的に回したぞ今。大丈夫か、怒られるぞ後で。怒ってる。俺はいいけど。怒ってる。めっちゃ怒ってる。怒ってる。めっちゃ怒ってる。怒った。目が死ぬ。すっごいあの辺の人怖いですよ、怒ると。怒った。今怒った。いや、僕は別に怒ってない。そんな僕というか、その占い師全般が怒った。占い師全般が怒ったん今。あ、ちょっともしかしたらピリついたかもしれないですね。わしがこれを発言することもどうせ占えんかったんやろ。わしがこれを発言することもどうせ占えんかったんやろ。失敗言われて腹立つやつ。お前の見てやろうか。それお前の見てやろうか。じゃあどういうことですか。逆にわしお前の手相見てやろうか。逆にわしがお前の手相見てやるわ。お願いします、このまんま60点人生。このまんま60点人生。どういうこと言って。これは下がりますよ。これ下がる下がる。これだけ切り取られて、これ下がります。ちょっとパワーやろうか。ちょっとパワーやろうか。わしの手に当てて。うん、わしの手にちょっと当てて。今68、ね、いいえ65。はい、65、70。75、78まで上げました。さよなら。はい、75、77まで上げました。さよなら。今度ゲッターズさん連れてきてくれたらもうちょいあげるよ。今度ゲッターズさん連れてきてくれたらもっとあげんねんけどな。それ。いや、本当に嫌がってる顔。え？あんなんつけた方がええんちゃう、目のやつ。いや、どういう気持ちで俺ゲッターズさん。あんなんつけえや、目のやつ。目のやつつけえや。目のやつつけえや。いや、それだってそんな、なんで俺ゲッターズさんに寄せてくるんですか。ゲッターズさんの方が素晴らしいから。ゲッターズさんの方が素晴らしいんだから。はっきり言っちゃったもん。とうとう言っちゃった。それ結構僕手相だけじゃなくって、うん、怖い話とか都市伝説とかは結構その YouTube とかも登録者数の方がいらっしゃったりとかして見ていただいてます。手広やっとんの。手広やっとんの。そうです、緑やってます。幽霊見える。幽霊見える。あ、見えないです。霊感はないんですよ。なんそれ。好きなんでそういうの取材して話すみたいなとか。幽霊好きって心霊写真とか。幽霊好きってなんやねん。気持ち悪いの。気持ち悪い。しびとぞ。階段しびとぞ。しびとぞ。しびとぞ。チャンスの時間。フルで見られるのはアベマだけらしいな。プレミア会な。今まで配信してきたチャンスの時間の名作を見られるらしいね。見られたくないけどね。この動画の続きはここをクリック。